Ja, ich kenne Subaru. Sonst, was kennen Sie japanische Autos? Also ich kenne Toyota, Honda, Mitsubishi, so. Ja, Design und Zuverlässigkeit und also guter Motor. Motor muss gut laufen, muss nicht so schnell sein, aber muss immer laufen. Also darf nicht defekt werden, ja. Und das ist eigentlich hauptsächlich für mich wichtig. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, schönes Design. フランクフルトのど真ん中の市内走ってますけどね、まあ、ドイツはとにかく道路が本当に完備してて、街中から高速道路アウトバン、もうこのブルーのやつ目指せば簡単にアウトバン行けちゃいますね。旧市街は特にこうまだ路面電車が走ってる街が意外とドイツに多いですね。まあ、これより少し郊外に出て、まあ、いよいよアウトバン、速度無制限の、しかもお金がただの高速乗りです。まあ、今回乗ってるのはちょっとターボの B4 じゃないんでちょっと辛いかなと思いますけど、ね、まあ、200キロぐらいは楽勝でやると思います、ね、で基本的にアウトバンに行ったら必ず追い越し車線以外追い越し禁止です。もう全て左側から抜くっていうのがもう原則ですから、レーンチェンジしながらこういう風にスラロームやりながら高速道路を走っていくのはもう絶対にダメですね。で自分のスピードを守って追い越し車線使いますね。ですから、まあ、それは後で実際にアウトバン行った時にもう少し詳しく説明しましょう。路面にこうベルジャンロードって言われてる、いわゆるこう、まあ、天然の石を引き詰めたところがあるんですけど、まあ、そこがこう数多く時間かけて、自動車がその上を走ってるのでね、非常にこう磨かれてますね。磨き石みたいになってる。で従ってそこで雨が降るともうお風呂場のタイル状態ですから、もう簡単にすってんころに車がしますね。つまりスピン車にタイヤが落ちてたりしますね。でベルジャンロの上を雨の日に走るとか、本当に慎重に走る必要があると思います。